さくら、今は黙って集中するから。本当よ、まったく。この時の俺はあのお前の言葉を思い出していた。その感覚がこの時、今はナルト、お前の苦しみや思いが、ナルト君、お前はずっと俺のことを友だと言った。なですから、里の方針でナルトへの任務。ちょっと危ないですから押さないで。すごい量ですね。まあな、六代目火影就任、あたしでもなんとかなったしな。頑張ってみます。失礼します。ナルト君の元へ。安全か。ああ、なるほど。鹿丸、よそからの訪問者も絶えんようだし、大した人気者だ。ナルト、お前にまた救われ。我々もだ。それでその腕はどうなるんだ。なあ、何のことかよくわかんねえけど。また元通りになるのか。ねえ、奴は今どうしている。口止めもされてし。そうか。先生、泣くな、リー。赤く燃えたぎる円熟の鹿の季節の到来だ。鹿丸、お前火影の側近補佐に就いたんだって。ね、イルカ先生と。じゃあなんて呼べばいいんだ。官官試験すら受けてなかったな。うん、と言いたいところなんだが、そのためにはクリアしなきゃならんことがある。勉強だと。やだ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 。ナルト、お前の忍びとしての実力は、それにお前は頭が回るし、大抵の知略は。あの時先生、俺のことを認めてくれただろ。あの時先生の言葉で俺は変われたんだ。この葉隠れの里の渦巻きナルトだ。フルトッピングでいいぞ。やったー。言って、本来ならお前は強制的に投獄される身だったから、この戦争終結の立役者になったナルトの嘆願によるところが大きかったこと。どうしても言っちゃうの。綱手様が柱間様の細胞で作った義手も。このままでなければ見えない何かが。それに気になってることもあるしな。罪を償う旅でもある。俺の罪とは関係ない。また今度な。うん、お前のおかげで俺は救われた。このことは俺たちだけじゃなく、もっと大きなものにも言えることなの。大きなものならなおさらな。それができるまで耐え忍んでいく、その様を任された者たち。さくらちゃんがかかし先生のところに行くっつうからついてきちまった。さくらも気づいたか。じゃあかかし先生も。うん。
行ってみるってばよ。あ、ナルト、待って。警備班だわ。手を貸してばよ。待って。イノ、忠一さんってあんたが言ってた花屋の常連の？もしてだとしたら現実にかかってる可能性が。だから防戦を強いられてんのか。避けもしなかった。飛ぶぞ。負傷者の手当てを。嫌がったのか。ナルト、ナルト君。ヒナだ。何が起きてるの。白眼いないみたい。それが操ってるのか。じゃあでもしかまる。そんじゃ行くぜ。最後は日向が急死の転結をついて動けなくする。ダメです。私の現実返しじゃ体の中をめぐる特殊なチャクラは相当な腕を持つ現実使いの仕業だろう。俺たちには見えないこともシャリンガンとリン。俺は一人だ。そんなになってまでなぜ俺の邪魔をしたがる。背負ってごちゃごちゃしてるとこを見てっと痛えんだ。足止めろ。忍び？これは一体何の騒ぎ。仕返し。若造ども、何をしてる。たっくん、もうカトン、高火球の術。あの目。俺と勘違いした誰かが関わっているんだな。いいとねえわ。私たちは忍び崩れの旅芸人でね、この先にあるまた違う土地に行こうかってんで。